それでは、ルネサンス第7回は科学技術と、世界観の変化、そしてイタリア以外の、ルネサンス絵画についての講義をしたいと思います。まずは科学技術、今、スライドに出ている、グーテンベルクの活版印刷が、最も有名な事例でしょう。グーテンベルクの活版印刷、活版というのは活字を組んで版を作り、それによって印刷をするというものですね。金属活字を使った印刷については、アジアの方が、中国や朝鮮半島の方が早いのですが、漢字で活字を組むのはなかなか大変なので、あまり普及をしませんでした。アルファベットの方が活字を組むのが容易なので、グーテンベルクの活版印刷の方が普及をしたということになるでしょう。それでも、大きさとか字体とかアルファベットでも随分違いますから、たくさんの、活字が必要になるわけですけどね。15世紀半ば、1400年代の半ばということに注意をしてください。このグーテンベルクの活版印刷術がルターの宗教改革の考え方を、広めて、その影響を拡大させたということはよく知られています。続けて、世界観の変化についていきましょう。まずは、ポーランドのコペルニクスです。ポーランドっていうその活躍した国ですかね、これに注意をしてください。特に、コペルニクスは、ポーランドの古都である、クラカウにある大学、クラカウ大学で活躍活動したことで知られています。このコペルニクスは、死の直前、になりますけれども、天球の回転についてとか、天球回転論とか言いますけれども、この、著作によって、地動説、地球の方が動いているというふうな考え方を提示しました。有名な人物ですけれども、実は正しいことばかりではなくて、その考え方にはいろいろ問題もありました。例えばコペルニクスが考えていた、宇宙というのは実は有限な宇宙です。宇宙というのはボールのような球体をしていてですね、実はその球体の裏側に、内部の裏側に恒星が張り付いているというふうに考えていました。だからここに上がっている惑星以外の恒星というのは全て同じ距離にあって、ペタッとこう内部のこう球面に張り付いているっていう、そういう有限宇宙論ですね。彼はこれを考えていたんです。もちろんこれは現在の考え方では間違っているということです。でこれに対して、イタリア人のジョルダーノ・ブルー、彼はやはり地動説を主張しているんですけれども、実は異端として、処刑されています。その最大の理由が、岩波文庫にも入ってますけれども、この無限宇宙及び諸世界についてという、著作です。この著作で彼は、宇宙は無限であるということを主張しています。神が無限などという捉えどころのないものを作るはずがないというふうなことで、ジョルダーノ・ブルーノは異端として処刑をされているということなんですね。ちょうど1600年、関ヶ原の年でしょうか。2人の考え方をちょっと対比しておくと面白いと思います。それから、日本でも有名なガリレオ・ガリレイですね。さまざまな実験や発明をしていますが、世界観の変化について言えば、発明されたばかりの望遠鏡を使って、木星の4つの衛星を発見したことで知られています。イオン、エウロパ、ガニメデ、カリスト、ガリレオ衛星といわれる4つですね。木星の衛星は他にもありますが、ガリレオの時代の望遠鏡で確認できる衛星がこの4つであったということですね。いずれもよく名前を知られている天体ですよね。地動説をやはり唱えていますが、裁判で有罪判決を受けたということも知られています。それから、ピサの斜塔での、実験などで落体の法則を主張したということも、有名な話です。それから最後に、世界観の変化で挙げておきたいのが、ドイツ地域のケプラーですね。最近は理科の授業で地学をやってる学校が少ないんですけれども、地学を勉強するとこのケプラーの3つの法則っていうのが出てくるんですね。その中で、世界史にとって大事なのは大超速、
惑星は太陽を一つの焦点とする、そこが大事ですね、楕円軌道、楕円軌道を描くということですね。その、まあ、今まではそういう惑星、衛星、もそうですけれども、基本的なその天体の軌道っていうのは完全な円で、神様が作った法則に従って完全な円軌道を描いているんだというふうに考えられていましたけれども、ケプラーは、その先生のチコ・ブラーエや、それから自分の天体観測の結果を使って、惑星の軌道は、まあ、わずかですけれども楕円になっているということを、計算から導き出した人物ですね。まあ、そういう、調和の取れた円ではなくて楕円なんだということで、まあ、当時の世界観に大きな打撃を与えた、打撃というとちょっと異性ですね、衝撃を与えたという方がいいでしょうか。まあ、この4人のね、世界観の変化における重要な考え方を、まとめて紹介しました。次は絵画に行きましょう。絵画についても4人、紹介をしていきたいと思います。まずは、フランドル地方で活躍したファン・アイク兄弟ですね。ファン・アイク兄弟の特徴ですね、油絵技法の確立、これが非常に重要です。当時の絵としては非常に鮮やかな色合いで描かれているのが、アルノルフィーニ夫妻像という、まあ、非常にこう特徴的な、絵なんですけれども、この鮮やかな色彩を出せた理由は、当時、まだまだ開発途中だった油絵技法ですね、これを、まあ、完成の域まで持っていった、そういうところにあると思います。まあ、イタリア出身の、商人ですね、アルノルフィーニというのはイタリア出身の商人のモデルさんですけれども、夫妻の、そういう肖像画になっています。まあ、多分これは結婚式の、様子だろうというふうに言われています。実はこの後ろにある鏡、に、2人の人物が小さく映っているんですけれども、2人の商人がいれば結婚が成立したというふうなことで、まあ、その結婚式、結婚宣誓式なんですかね、その状況であろうと言われています。女性の方は妊娠しているように見えるかもしれませんが、これは多分、当時のファッション、流行のファッションで、お腹の中に子供はいないのではないかという説の方が、強いですけどね。ファン・アイク兄弟です。油絵技法の確立者ですね。それから2人目、宗教画や写実的な、絵画が非常に特徴的なデューラー、ドイツ地域のデューラーです。徹底した写実、宗教画というふうに示しましたが、今ここに示してあるのが一番有名な作品だと思います。4人の使徒ですね、というふうな作品です。福音書を書いたマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4人を、まあ、描いた作品ということになるでしょう。ただそのデューラーの絵については、テキストプリントにはこの4人の使徒ではなくてデューラーの自画像を示しました。非常にこう、洒落た服を着てね、画家としての自分をアピールする姿が描かれているんじゃないかなと思います。まあ、この写実的なデューラーの、ね、絵柄というのは他にもいろいろありまして、まあ、このデューラーのウサギのスケッチ、ちょっと特徴的なサインがありますけども、これがアルプレヒトリ・デューラーのそのサインですね。写実的なウサギ、それから、もう一つの自画像もちょっとここに紹介しました。まあ、画家としての自負心が、ね、よく表れている自画像だと思います。それから、自分の母親を、スケッチしたものですけれども、ちょっと残酷なまでにね、シワとか、その老いを、表現しようとする姿がよく現れていると思います。それから3人目、3人目は肖像画家、ホルバインです。まあ、イギリス生まれな、ごめんなさい、ドイツの画家なんですけれども、イギリスに、行ってイギリスの宮廷画家として活躍した肖像画家です。その、肖像画の一つが、イギリスの有名な王様ヘンリー8世の肖像画ですね。ドイツ出身でイギリスの宮廷肖像画ということですね。前に、このルネサンスの重要な人物であるエラスムスやトマス・マーの肖像画を描いた人物としてもちょっと紹介をしています。もう一度またあの2人の肖像画を見直してみてください。ヘンリー8世ですね。それから最後に紹介したいのが、
農民画家として知られているブリューゲルですね。フランドルのブリューゲルです。これは農村の祭りを描いた、絵ですけれども、非常にこの、なんて言いますかね、その農村におけるこう、お祭りのエネルギッシュな様子が農村の祭りですかね、よく現れていると思います。特にこの2人の、男子ですかね、その女性のね、踏み出すこの足の一歩なんていうのは、まあ、ちょっとユーモラスに書かれてますけども、そんなこう農村の人たちの、まあ、晴れの舞台といいますかね、そのお祭りの、エネルギーっていうのがよく現れてるなっていうふうに思うんですけどね。まあ、これ以外にも有名なものはたくさんありますが、いずれもその農民画家と言われることも、言われることもあって、農村の姿を描く、そういう、まあ、当時としては珍しい画家であった。ブリューゲルですね。もう一枚だけ紹介しておきましょう。ブリューゲルの、農家の婚礼、農村の婚礼とも言いますかね、当時の、まあ、絵には名前がありませんから、そういうふうに呼ばれているということですけども、その、まあ、農村で、結婚式があって、その、これ花嫁ですよね。これが真ん中にいます。まあ、花婿、旦那さんどれかっていうのは実はわからない。よく諸説あるんですけどね、実は正確には分かっていません。ただ面白いのはですね、この一番端にいるこの2人なんですけれども、ちょっと拡大してみますね。まあパッと見てね、聖職者と、それからちょっと見づらいんですけども、剣をね持っていますから、まあ、農民ではないというのはよくわかります。多分、まあ、これは想像ですけれども、この農村にある教会に関する聖職者と、それからこの農村を支配している、領地として支配している領主、もしくはその領主の代理人ということなんでしょうかね、の2人だと思うんですよ。つまり、まあ、我々はその、支配者であるね、まあ、貴族だとか、そういう人たちですよね。それと一般の農民っていうのは全くこう隔絶した世界に、住んでいる。生活のそのが接点を持つことはほとんどないというふうにちょっと思いがちなんですけれども、こうやって、まあ、結婚式には、それぞれ、まあの代表といいますかね、代理人かどうかわからないですけれども、まあ、それが一緒になって、こう参加するっていう面白いその、まあ、資料としてもね、価値のある一枚だと思います。ただこの2人はその婚礼そっちのけでちょっとこうひそひそ話をしてね、なんか別のことに関心があるっていうふうな形で、ちょっと違う形でね、描かれてるかなというふうに思いますけどね。まあ、こんな状況まで絵画にするっていうことですから、やっぱりブリューゲルの絵っていうのはなかなかね、面白い、当時の、一般の世界の状況を、結構教えてくれる重要な資料なのかなというふうにも思います。以上でね、7回にわたって、ルネサンスについて講義をしてきました。ルネサンスについては以上としたいと思います。